ねえマリサ、なんだ、銀のミルクが欲しいのか？そう、あれすごい美味しいよね。って飴玉の話じゃないよ。じゃあなんだい？以前のこの動画で、延命治療について語ってもらったけどさ、実際にはどんな方法で終末期の高齢者を無理やり生かし続けているのか知りたいのだけど。なるほど。それはもう虐待拷問と言えるほどの座束縛行為だけど、霊夢はそんなエグい話聞いて大丈夫か？束縛って嫌いなジャンルじゃないよ。それどういう意味だ？いや別に。そうか。なら教えてやろう。ただ金のミルクレベルの濃厚な甘みの噴射に思わず悶絶絶頂してしまうかもしれない内容だが、覚悟しといてくれな。お聞かせ願おう。その前に終末期高齢者の延命治療を軽く定義しておきたい。前回の動画で登場した遷延性意識障害の患者のことよね。説明しなくても、あれで十分伝わったけど。まあ一応念のためだよ。延命治療とは、死に至る病気や障害を負った場合に、自発的な生命維持活動がなく、治療しても治癒や回復の見込みが少ない状態で、生命維持活動を保持するためだけの治療のことだ。まあ、老化の最終段階や脳卒中、または転んで骨折後の長期寝たきり状態などの後に起きる重度意識障害がある患者さんのことね。そういう人枠の延命治療主義のもと、どうやって亡くならせずに生かし続けるか、という話だよな。悲惨な話だけどね。そうね。で、どうやって生命を維持していくの？まずは何たって栄養摂取だ。結局、意識のない寝たきり状態の患者さんでも栄養や水分を取ってもらわないと、普通に亡くなってしまう。何としても1分1秒でも生かすことを考えれば、まずは食事摂取つまり、栄養摂取の管理は最重要事項になるな。天井をボケーっと見ている人でも無理やり栄養を取り込ませようとするのね。それには主に2つのやり方がある。一つは、皆さんご存知の胃ろうというやつだな。ここ数年で、この言葉は多少は世間に認知されてきたのではと思うのよね。正確に言うと経管栄養法というやつだな。管を経て、栄養を与えるってことね。察しがいいね。口から食べたり飲んだりできない場合は、この管を、1、鼻を通して、経鼻管栄養、または、2、胃を通して、胃ろう、または、3、腸を通して腸ろう。それによって栄養を補給したり、体の水分を補充していく。管を通す体の部位は3箇所のパターンがあるのね。まず鼻を経て栄養を送る経鼻管栄養だ。臨床的にはよく見ることになるよ。これは鼻から胃まで管を入れ、栄養、水分、を送る方法だ。一日中、鼻から喉を通って、管が入っているので、とても不快なものだ。不快感が強いから、患者さんも自分で管を引っこ抜いてまた入れなきゃなんてぼやいていたナースを、何度も見たことがあったな。だから抜かないように大体両手に抑制手袋をつけたり、ベッド柵に両手を縛り付けておくということがよくある。無意識になんとなく手を動かして不快感を取り除こうとしてしまうのね。感染症を防ぐために2週間ごとに管を交換するのだが、それも辛そうな様子を見せてくる。また交換時に管が誤って肺に入ると、栄養剤が肺に入り、とても危険だ。この方法は患者さんにとって苦痛が大きい処置になる。なんか見るからに苦しそうな方法だよね。鼻から胃まで管が通っていると思うと、ちょっとゾッとするわね。なので1ヶ月しても、その苦痛が続く様子なら、大体、胃ろうによる栄養を勧められてしまう。胃ろう。よく聞く言葉ね。詳しく教えてほしいわ。詳しいも何も簡単だ。皮膚と胃の間に短いトンネルを作って、そこにチューブを誘致して、胃に直接栄養を送る方法だ。経皮内視鏡的胃ろう造設術、PEG、通称ペグ、という手術を行って作る。リハビリ時代に患者さんのとこ行ったら、ナースにあ今日はこれからペグ PEG 交換あるからお休みでと言われたもんだ。なるほど。まあ仕組みは簡単そうね。手術は、局所麻酔下で内視鏡を用いて行い、所要時間は15分程度で、お腹に5ミリ程度の傷がつくだけだ。だからじゃんじゃか作れちゃうのね。それに胃ろうは経鼻管に比べ不快感が少なく、誤って管を肺に入れてしまう危険もない。もし再び口から食べれるようになったとしたら、誘致しているチューブを抜くと、半日ぐらいで自然に穴が塞がる。話を聞くと仕組みは意外とシンプルね。最後の一つは腸ろうというやり方があるんだが、これは胃がんなどが理由で、胃ろうの造設が難しい場合だ。造設法は基本胃ろうと同じで、お腹に穴を開げて小腸までチューブを通し、そこから栄養を直接取り込む方法だ。なるほどねー。こうやって栄養を補給をして、無理やり生命活動を保持していくのね。ちなみに胃ろうなどの技術は、本来は素晴らしいものだ。例えば、子供で先天的に食道に、機能障害があったり、食道癌で一時的に飲み込み能力が困難な人には効果的な手段だ。あ、そうなのね。
つうか、そもそも胃ろうとは、こういう一時的に口から食事摂取できない患者さんのために作られたものなのね。それを延命治療主義がはびこる日本医療界が、もう自然になくなるはずの時期の患者さんにまで、適用させてしまったのが全ての誤りだ。とにかく何が何でも、治す治す治す、の一辺倒だものね。ちなみに欧米では2000年代初めから、終末期高齢者には胃ろうは行っていないし、そうやって生命をなんとか維持しようとすることは、もはや拷問、虐待のレベルの認識だ。この栄養摂取方法は、ぜひとも、法律で見直されていくべきね。見直しの動きの案は再三にわたって出てくるのだが、現状は何も変わっていないな。多分変わらないと思うよ。二つ目のやり方は、やっぱり点滴でしょ？まあそうだな。正確には、静脈栄養法、ってやつだな。そもそも消化器官の働きが悪かったりで、血管栄養を行えない場合に、血管内に栄養や水分を送る方法だ。血液の流れに乗せて栄養を送るのね。これには二つの方法がある。まず、中心静脈栄養。太ももの付け根や、鎖骨の下にある静脈から、心臓近くの太い静脈までカテーテルを入れ、高濃度の栄養を注入するものだ。これで生きていくために必要十分な、栄養を注入することができる。だが、カテーテルが血管の中に留置しているため、しばしば感染症を起こすことがある。そのためカテーテルの入れ替えが随時必要となる。デメリットもあるわけね。もう一つは、末梢静脈栄養。これはいわゆる点滴のこと。ただ手足の細い静脈には、低濃度の栄養剤しか注入できないため、これだけでは生命を維持することはできない。点滴なんて缶ジュース1本ぐらいのカロリーしかないと聞いたことがあるわ。栄養を十分摂取可能な、中心静脈栄養は、もともとは大手術などで、2、3週間以上の期間、患者が口から食事摂取ができないとき、栄養失調によって、患者が衰弱していくことになるのを防ぐために作られた医療技術だ。もともとは一時的に使用するものってことね。なのに、日本の終末期医療では、寝たきり高齢者を無理やり生かすための、手段として利用されてしまっているのね。その通りだ。それが前回の動画で見せたような、写真に映る光景の人々だ。お昼ご飯時にベッドのそばにぶら下がった、茶色の液体やら点滴袋やらがシーンとしている室内の中で、一斉に流れていく光景はちょっと不気味だぞ。一般人から見たらちょっとしたホラーかもね。でもそうして平均して5年以上は生きていくわけね。俺の担当ではなかったが、10年以上生きている患者さんだって、ザラにいたぜ。10年はきついわよ。とりあえず寝たきり高齢者を無理やり生かす方法としては、経管栄養法と静脈栄養法の2つがあるのね。それだけではないが、中規模の病院、あるいは老人施設に行けば、必ずと言っていいほど遭遇する光景だな。現実に私たちが知らないところでこういうことが起きているなんて、なんか怖いわね。他にも、気管内挿管、人工呼吸器、気管切開、腎機能の悪化に伴う人工透析なども延命治療の一環に入るが、今回はここでは取り上げない。また別の機会にでお願いね。しかし、こういう事実を現場で働く人たちはどう思っているのかしら。これは本当は悲惨な行為だと思っているよ。でも、医療、社会問題としては無関心、というか考えないようにしている感じかな。今の医療体制がこんな感じだから、とりあえず何も考えずに従っているだけ。何より、食っていく飯の種なのだから、現状のままで OK みたいな。現在のシステムに慣れきっているってことね。あとやっぱりお金がもらえればそれでいいって感じね。別に悪い意味でなくてね。それに医師の場合、それこそ安楽死、尊厳死延命措置の中止なんてしたら、現在の法制度では、警察が介入、裁判になる可能性大だ。強いては、医師免許剥奪だってあり得る。ニュースにでもなったら病院全体でも、一大事よね。俺も脳外、内科、外科ドクターに、それとなく尊厳死とかできないしかねって遠回しに聞き回ったことがあるんだが、どの先生も口を揃えて、何かあって裁判になったら、今の日本では絶対に医療側が負けるから、家族に頼まれても絶対しない、という返答だったよ。ただ、この延命治療主義には、どの医療介護スタッフもやっぱり、疑問を持っているようではあった。ただ現行システムの中で何も言わず、目の前の仕事を遂行するしかない、という感じかな。そんな中でマリサは大きく疑問を、持ってしまったわけね。9ヶ月間の出向で、いわば外部の立場だったから、余計にそう感じたのかもな。前にも言ったように、準遺体安置室って感じだよ。寝たきりの状態で、ベッドに縛り付けられて、褥瘡などの新たな苦しみを発症して、動かしていない関節も少しずつ硬くなり、果たしてそのような状態になってまで本人は生きることを望んでいるか。
先ほど少し触れたが、欧米ではこのような延命治療は、全く行われていない。患者さんに苦痛を与えるような医療は、拷問だという認識になっているからだ。胃ろうや点滴も打たないから、それがないゆえに、自然と穏やかになくなっていく。今の日本だと何もしないというのは、なんだか医療措置を放棄しているイメージを抱いてしまうわね。実際、マスコミとかは、栄養失調で餓死させるのか最高齢者は早く死ねってかと煽っているし、家族の中にも何もしないなんてひどい、いつかは目覚めるかもしれない、少なくとも点滴してください。と、まるで人は死なない生き物とでも考えているような人たちも多い。一般の人にはやはり終幕は、どこか遠い出来事のように現実的でないのかもね。ところが、人間はやはり寿命が来れば、自然と痩せ細って亡くなっていく方が、苦痛もなく、安らかに亡くなれるということが、科学的にも分かってきているよ。天使がお迎えに来て飛び立つところで、足を引っ張って天国へ行かせないようにするより、自然と浮き上がっていくままにした方が、より自然の摂理に合った亡くなり方ができる。まあ、それはいずれ話すよ。よろしくお願いね。じゃやっぱり、私も年齢に年齢を重ねて、マリサの名前も顔もわからないぐらいの、寝たきり状態になったら、ヨーロッパにでも行こうかな。やっぱり安楽死可能なオランダでしょ。そうね。今度ちょっと旅行に行ってみようかしら。首都ハーグには有名な拷問博物館があるよ。そこは絶対行かない。ということで今回もご視聴ありがたき。ありがたき。ありがたき。もう管を抜いて、私を早く行かせてね。うん、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 うん